レド？レド！会いたかった。誰だ？レド？レド！会いたかった。誰だ？ここが聖なる地。あなたのおじいさんは亡くなったけど、レウスは帰ってきた。守りレウスはレド以外のライダーを背中に乗せることを許さなかった。きっと、レドの帰りを待っているんだろうって、ガラ様が言ってたわ。でも、レドじいちゃんはもういないんだろう？なのにどうして？モンスターはね、一度絆を結んだライダーのことを忘れたりはしないものなの。守りレウスが飛び去った時の光、きっと何かがあったのよ。そうでなきゃ、守りレウスが島を出ていくなんてありえないもの。さあ、この辺りを調べてみましょう。なあ、俺の嗅覚が何かがありそうだって言ってるぜ。レド？レド！会いたかった。誰だ？その子はレドじゃないわ。そうよね。レドなわけないのに。でも、似ていると思ってつい。レドは私たちのリーダーだった人。この子はレドの孫よ。え？レドはだいぶ前に亡くなったわ。知ってる。私、レウスに会いに来たの。レドから預かったものもあったから。預かったものって？石よ、これがあればあのモンスターを止めることができるかもしれない。レドの絆石？なんであなたが？レドが言ってる。あなたに受け取ってほしいって。さあ、ね、覚悟はいい？さあ行くぞ。それってレウスの卵よね。ハンターたちに見つからないように隠しておいたの。卵は新鮮だし、とっても元気そうだ。でも、他のレウスの卵と何かが違うような。守りレウスが飛び去る前に託していったの。この子を守ってほしいって
言ってたんだと思う。どういうこと？異変が起きているのはこの島だけじゃない。各地でレウスがどこかへ渡り、行方がわからなくなっているの。いつもはおとなしいモンスターが暴れ出して人々を襲う事件も起きている。そんな、島の中だけで起きていることじゃなかったの？ああ、そうだぞ。世界がなんだかおかしなことになってる。だから旅に出たんだ。何が起きてるか知りたくてさ。そうだったんだ。海の色が変わったり、奇妙な光が発生したり、あれは一体何なの？詳しいことはまだ何も。でも、レドは言っていた。それらは、最悪の前兆だって。最悪？ここにいたか。ガラ様！しっ！こっちだ！ライダーが入っていくのを見たぞ。どこかにレウスを隠しているのかもしれない。探し出せ！ハンターたちは、我らがレウスを隠していると思っている。疑いが晴れるまで、ここを離れてはくれんだろう。あいつらに卵を見られたらまずいぞ！その卵は？ルトゥ村に行けば、ハンターの追っては来ないはず。ルトゥ村？私が住んでいる村よ。竜人だけの村だから、人間は勝手に入ることを許されない。ハンターも追いかけて来られないと思う。私と一緒に来て。きっと、レウスが私たちを導いてくれる。お前も来るか？どうした？怖いのか？心配することは何もない。レウスが導いてくれる。広くて素晴らしい世界にな。この子がレドの絆石とレウスの卵を託されたのは運命なのかもしれん。ルトゥー村へ行けば、破滅の翼を持つレウスの伝説を知ることができるだろう。それってハンターたちが言っていた世界を破滅させたっていうレウスのことですか？ああ、そうだ。伝説と各地で起きている異常事態には関係があるのかもしれん。ハンターたちは私に任せて。ちょっとハラハラドキドキだけど、きっと大丈夫。君ならどんな困難があっても乗り越えられるはずよ。私の一番でしたものね。ナビルン、この子のこと頼んだわよ。師匠に代わって俺が。レドと同じ強くて澄んだ目だ。レドの絆石が守ってくれることだろう。行け。崖を下ったところに船がある。あいつらを追えるか。お望みとあらば、月が来てる。